ニュージー大好きポッドキャストのりかほのきよらラジオ、こんにちは、ニュージー大好きののりかです。かほりです。今週のトークテーマはですね、ズバリ反省でれん、その音何なんかイエーイでもないかなと思って、まあ、反省と言いますか、私たちお正月に目標立てたじゃないですか、何個か、で、半年が終わったというか、もう本当は6月にやりたかったんですけど、なんかいろいろ企画とか重なってできなかったので、今回はこの半年経った2022年の、目標の振り返りをしたいと思います。はい、はい、覚えてますか？まず覚えてませんでした。ですよねっていうのが、もうそこでちょっとやってよかったなと思うんですけども、そうですね、まずじゃ あ私からいきたいんですけど、確かその1月に3つ目標立てたと思うんですよ、でまず1つ目が、資格を取る、で2つ目が、ガウンを着るために、大学の卒業写真のためにね、痩せるって言ったんです、で3つ目が、ニュージー大好きで大きいイベントまたは企画を成功させるっていう3つの目標を立てました、はい、でどうですかね、まあ1個目資格に関しては全く取れていないこれからだね、じゃあ現状、はい、忙しかったからね今まで。そうなんですよ、資格の勉強よりも、他のお仕事とか学校のことがあっても言い訳になっちゃうんですけどね、これ。でもまだ半年ありますから、そうね、どうにかできます、資格に関してはまだ現時点では達成できておりません、はい、で2つ目痩せる、これはできました、丸これチェックです、これはね、もうのりかほチャレンジが始まってから、もう筋トレを毎日して、でも週3回は絶対にジムに行ってるんですよ、でももう傾斜の達人なんで私は山行くしかないね。そうなんですよ、傾斜15度で1時間、もうそれも楽になってきたの。なんか元々はすんごいしんどくて、バーに捕まってなきゃいけなかったんですけど、もう今もバーなんか全然握らなくても1時間ずっと登れるぐらいの持久力がついてきて、でその体重自体が、コロナ禍ね、もう言っちゃうけど、コロナ禍の時に人生で一番太ってたんですよ、58キロぐらいあって、今、10キロ減ったんですよ、48キロ、昨日測った47キロだったんですけど、もう痩せてます着実にもうすぐだからね写真、そうなんですよ、で、9月だと思ってたじゃん、卒業写真、でまさかの7月に鳥取に来てくださいって言われてそう、ちょっと焦りなんですが、痩せてるんでいいんですけど、もうちょっとね頑張って絞りたいなって思ってます、ただもう本当に富士山に登るのと、横浜マラソンに出るっていうので拍車がかかって痩せました、3月とか4月は全然太ってたんですよ言って、そこまで今ほど痩せてなかったんで、もうこのチャレンジをしてから痩せ始め、急激に痩せたっていう感じですね、でよかったです、で3つ目 の、 ニュージー大好きで大きいイベントを、完成というか成功させるに関しては、丸かな、だって首相のイベント取材行ったじゃん、もうその時点でだいぶ大きい仕事してるので、あれいつだっけ5月とか、だよね、なんか1月の時点でその大きい仕事をやりたいって言って言葉にして、もう5月の時点で叶ってるので、でもそれは自分たち主導っていうわけではないから、丸だけど、まだかなみたいな感じ、ただの丸、ただの丸、社長が9月に、日本に来日するかもっていう現実的なお話がこう出てて、そこでなんかイベントをっていう点点点みたいなのがあるので、もうそれが楽しみでしかないというか、それで多分その自分たちが本当の意味で大きい仕事をしたいっていうのが叶うんじゃないかなって思ってます、なんでそれは絶対にやりたいなって思いますし、とりあえず首相のイベントで大きいことをしました、でこれからもしかしたらまた大きいのがあるかもしれないとかあると思うので、多分これはまた
現在進行形的に、うん、近日公開、そう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 、そんな感じ、まああると思います、うん、まだそれはこれからも To be continued ってことで、うん、はい、まあ、だから今の時点では、うん、あのできてないの、完全にできてないのは資格なんですよね、うんうんうん、資格はマジでどうするんですか、あのね、うん、なんか資格取りたいって言ってたんだけど、うん、あの世界遺産検定勉強することにした、ああいいや、ノリカ持ってるじゃん、うん、世界遺産検定、うん、なんで私もちょっとそれは取ろうかなって思います、うんうんうん、一回ね、うん、あとはなんか温泉ソムリエ取ろうかなって思ってます温泉ソムリエは知ってる、言ったっけ、うん、温泉ソムリエ皆さん知らない人のために説明すると、うん、なんか一番低いランクだと、うん、あのお話聞くだけで取れるんですよ、うん、2時間か3時間その出れば、うん、あのセミナーみたいなのにソムリエになれるの、そう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 激アツじゃん、そうだから、うん、まあ、そのね私たち温泉大好きなんで、うん、まあ、それは時間があったらっていうかもうすぐ取れちゃうやつなんで取ろうかなって、うん、思います、うん、時間ができたので私は結構、うん、なんでそういうのに当てたいなって思っております、はい、じゃあ私の目標は、はい、2つあって1つは時間を大切にする、はい、電車で本を読む、うん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 、と2つ目は大学生っぽいことをするっていう目標があって、はい、まあ、電車で本を読むに関しては、はい、まあ、半々くらい、あ、そう、そう、本にハマってる時期と映画にハマってる時期があって、うん、5月は割と本にハマってたからやってたんだけど、はいはい、うん、6月にコナンを見たのよ、うん、そうね、コナンを見てからもう電車ではずっとコナン見てて、うん、まあできなかったんですよねまあコナンはね、うん、しょうがないよ ね見ちゃうから、でもまあコナンは6月30日でもう見れなくなったんで、うん、まあ、1回仕切り直して、うん、ちゃんと本読みますちなみに何の本読みたいの、なんかあんの、次何読みたい本、あるあるある、葉桜の季節になんとかなんとかみたいなミステリー小説があってそれを読みたいって、もう借りてはんの、借りたんだけど、うん、もう机の上に置きっぱなしになっているので、うん、まあそれを読みます、あ、なるほどね、うん、じゃそれからまあそれを機に再開ね、じゃあ、うんうん、で、まあ、2つ目は大学生っぽいこと、それが一番漠然としててわかんないまあ遊ぶってこと、あ、まあ確かに、ね、私がその1日、うん、1月1日じゃないな、うん、お正月に言ってたのは、うん、まあ、旅行する、うん、ディズニー行く、うん、ユニバ行く、うん、家族と遊ぶみたいなこと言ってたんだけど、言ってたね、うん、そう、まあ、旅行は夏に行くよね、行くね、行く行く行く、旅行も控えてますし、うん、あとはなんだっけ、ディズニー行ったね、行った、ユニバもワンちゃん行ける、行ける、行きたい、お願いお願いとは、お願い頼みます、まあ、家族と遊ぶのは夏休みね、うん、だし、まあ、それ以外にも富士山あるし、うん、マラソンもあるんで、うん、まあ、これが大学生っぽいかって言われたらちょっと分かんないけど、うん、まあ、一番遊ぶ時期っていう意味では、うん、まあ、達成できそう、丸くらい、うん、なるほどね、まあ、確かにたくさん遊ぶ大学生っぽいことすると、大学生じゃなきゃこんな遊べないから ね絶対、うん、もう私もでもそれは言った気がする、うんうんうん、めっちゃ遊びたいみたいな、ね、大学生活悔いのない1年にしようと思いますみたいな、後付けで目標で立てたと思うけど、うん、だいぶ詰め込んでる本当に、あ、100個さ決めるって言ってよね、やりたいこと、そうなんですよ、え、なんかこの前計算したよね、うん、あのどういう計算なんだったっけ、現時点で、うん、あ、今、まあ、7月1日1日から考えてて、うんうん、7月8月9月10月11月12月、1月2月3月までこうあるとして、うん、夏休みとかは入れないで、うん、土日、うん、だいたい、うん、まあ、1週間で4週目あるって考えて、うん、で9ヶ月でしょ、うん、9ヶ月かける、うん、土日が8回来るってことでしょ、そう、土日が8回来るから、うん、なんだかける72回遊べるっていう、ね、そう72回土日があるってことを考えて、うんうんうん、だけど、うん、その72回はただの土日であって、うんうんうん、私たちはそれにプラスアルファ夏休みと冬休み、うん、春休みがあるから、うん、まあ大体それに 100日ぐらい、うん、いやもっとか200日ぐらいあるよね、うん、みたいな休みが、うんうん、なんで、うん、その
200日を100100で、うん、のりか100かほり100で考えて、うん、やりたいことを100個出そうねっていう、うんうんうん、100回分100200日分遊べることを考えて200通りのやることを考えようって言ってたんですよ、うんうんうん、だから次のポッドキャストのトークテーマは、うん、やりたいこと200になるかもしれない多すぎ飽きちゃうよ多分絶対飽きる ね, ねでも本当に休みをもう 1日も無駄な時間を過ごさないために、うん、そのリストを作ろうと思って言ってました、うんうんうん、そういえば、ね、じゃあまあそれをね、うん、考えようじゃあ次はそう、ねまあ、確かにじゃあ2人の目標は個人の目標はさっきの細かいやつだけど、うんうんうん、2人ののりかほの目標としてはやっぱ大学生っぽいことっていうか大学生をめっちゃ楽しむっていうことで、うん、200回遊ぶそう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 ですね、うん、でもまあいいんじゃないですか反省としては、うん、このまあ振り返れたのもいいと思いますし、ね、結構なんか知らない間にこうチェック済みなんだよね、うんうんうん、できてるんだよね、うんまあ、そういうことです皆さんなんでやっぱ言霊というか、うん、言葉にして言ってここまで成功できてるので、うんまあ、いいのりかほのこう成長日記を皆さんにお見せできてるんじゃないかなと思います、うんはい、じゃあまあもう皆さんに最初にプレゼント企画もあるって言ったことなので、うん、今週は、まあトークテーマはこんな感じで、はい、終わりたいと思います、はい、これからも引き続き頑張っていきたいと思います、はい、ニュージー大好きのかほりとのりかでしたありがとうございました。